皆さんこんにちは。経済アナリストの馬渕真理子です。徹底解剖企業チェックのコーナーです。注目企業をピックアップして独自の視点で徹底解剖します。こちらの動画は日本最大級の資産形成情報メディア民株および株式専門情報メディア株探を運営する民株 G インフォノイドとのコラボレーション動画になります。財務業績の分析は民株のツールを利用します。動画では事業内容、業績、成長性、株主還元をお伝えいたします。今回は名称ネクスト上場株式会社アスノバです。くさび式足場を主力とした仮設機材のレンタル販売を手掛けている安定性、成長性を兼ね備える企業です。同社の具体的な事業内容から直近の決算状況、今後の見通しまでを徹底解剖していきます。でこのアスノバにはですね、アスの新たな価値を生み出す場所という意味が込められていて、日本の明日の場所、明日の場、これが由来となっています。古代エジプトのピラミッドや日本の寺院などこう歴史を建てる人類の営みというのは足場、仮設の上で始まったと言われています。ですのでこの足場、仮設がなければ始まらない、建設業界にはなくてはならない足場のレンタルを手掛けている企業です。ではアスノバの企業概要を見ていきましょう。事業セグメントは1つですけれども、3つのマネタイズポイントがあります。こちらにございますように、1つ目が足場レンタル、これが主軸です。さらに2つ目、仮設機材の販売、そしてその他ですね、掛け払いの工事の展開、この3つがマネタイズポイントとなっています。同社の強みは顧客がいつでも近くで、そして安心して、借りられるということにあります。これ一つ一つ分解していくと、一つ目、いつでもというのは、くさび式足場レンタル業界のナンバーワンの足場の保有量だということ。そして近くで、これは業界ナンバーワンの拠点数、全国5つの営業所と19拠点の機材センターを持っています。そして安心して、品質と対応力、さらに徹底した機材管理。このように業界でも優位性が高いことが伺えます。でこの足場というのは工事現場をはじめてさまざまなシーンで使用されていて、種類もさまざまあります。で建設現場では人手不足が進む中で、安全に少人数で組み立てられるこの同社のレンタルの利用というのは増加していて、需要も安定していると言えそうです。そして中高層建物や土木、公共事業で使用される足場など多くの種類がある中で、同社の一番の特徴はくさび式足場に特化している点にあります。なぜこのくさび式足場をレンタルするのかということなんですけれども、国内では低中層ですね、低いところのこのマンションとか住宅の多くで使用されている、マンションストックの戸数のうち94.6% がくさび式足場の使用が可能だということなんですよね。それからまた市場統計では、高経年マンション、つまり古くなってきたマンションが増加してきているし、分譲マンションの大規模修繕の需要、さらには住宅リフォームの需要、このあたりのニーズが非常に高まってきているので、くさび式足場の汎用性と伸長性ともに非常に高いという、非常に親和性があるということなんですよね。そして同社の収益構造には特徴的な面があります。で足場の投資フェーズと回収フェーズについてお話ししたいんですけれども、足場のこの減価償却は5年とされていますけれども、20年から30年と長くこの足場を使用することができますので、回収フェーズに移ると利益率が大きく高まるところがポイントになります。また同社では年間10億円以上の足場機材投資を行っていて、2022年の9月末時点では約101億円の足場を保有しているということになります。では続けて民株セールス Q を使って直近の決算を見ていきましょう。2023年3月期第2四半期の累計売上高は前期比 11% 増の14億6000万円、
経常利益は100万円となり、従来の1600万円の赤字予想から一転して黒字の着地になっています。そして同時に通期の見通しの業績の上方修正も発表しています。売上高は31億9800万円、営業利益は2億2400万円と、期初から想定以上のレンタルの需要が増加したことによって業績予想を上回るような見込みになっています。でその他ですね、機材センター2拠点の開設によって新規顧客も増加しています。そして投資指標となる予想 ROE は業界平均以下となっていて、今後資本効率の改善が課題となっていますが、一方で PER は 16.75 倍と業界平均の 37.84 倍と比較しても低いので、業績が堅調に拡大傾向の中では割安感が強い印象があります。で同社に限らず一般的に業績の上方修正は連続する割合が高いので、修正履歴も合わせて確認しておきましょう。続いて今後の成長戦略を見ていきます。新規事業の取り組みについては大きく分けて3つあります。1つ目、ベトナムへの海外進出です。日本での経年材をリユースして足場機材のセカンドマーケットとして有効活用するということです。そして2つ目、アスノバステーション。こちらは地方展開でパートナー企業を通じて全国各地においていつでも近くで安心して借りられるということを、これを実現していくということですね。そして3つ目、マッチングサービスです。一般ユーザーと足場施工業者、こちらをマッチングさせるサービスで、建設以外での足場の利用とか用途の拡大を図る狙いがあります。そして足場レンタルを通じて実は循環型社会にも貢献しています。気候変動や資源不足によって循環型経済の転換が今進んでいる中で、資材を共有し循環させるレンタル型のビジネスというのは社会に必要とされています。そして株主還元についてです。同社は積極的な株主還元を発表しています。3つあります。1つ目、株式分割。2つ目、増配。3つ目が優待の拡充です。それぞれ見ていきましょう。株式分割では1単元あたりの金額を引き下げて株式の流動性を向上させることで、より多くの株主層へのアプローチをする狙いがあります。続いて増配になります。株式分割によって期末配当7円から8円へ増配です。株式分割後は1株 3.5 円から4円となります。で2023年の3月期の年間配当は株式分割前基準の参考値としては14円から15円となります。で今後も利益と見合わせながら少しでも増配する思いがあるということになります。最後に株主優待も見ていきましょう。保有株式に応じてアスノバプレミアム優待クラブで優待商品と交換できる株主優待ポイントを年2回贈呈しています。3月末現在と9月末現在の株主に対してポイントが申請されます。株式分割2022年12月31日後もですね、この申請ポイントは変化なく実質的に優待制度を拡充するというふうな内容になっています。ではまとめです。1つ目、くさび式足場レンタルで安定成長。2つ目、循環型社会の実現、海外展開など拡張性のある経営戦略。3つ目、株式分割、増配、優待拡充と3拍子揃った株主還元に積極的。以上の3つです。以上、明日の場、明日の新たな価値を生み出す場所、明日の場について紹介させていただきました。最新の株価や業績の詳細については概要欄にある民株の明日の場のページもぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。次回もお楽しみに。